俺はどうしたんだ。何も覚えていない。メイヤーを探すか。ガーデン内に魔物が。みんなを探そう。な、は？訓練なんてしてる場合じゃないだろう。終わらせないと出られないか。ルーン。何が映ってるんだ。ガンブレードが記憶したシードの血塗られた過去、戦い、奇跡のすべて私が砕いてあげましょう。させないんだから。見るしかないだろう。スコール、無事？お兄様は？すまない。何がどうなったか、俺にもわからないんだ。多分大丈夫だよ。簡単にやられちゃうタイプじゃないでしょ？そう。そうね。それより今は、私たちだけでも、アルティミシアを倒す策を考えないと。とはいえ、結局のところスコールに頑張ってもらうしか方法はなさそうなのだけれど。俺にできるかどうか。きっと勝ち目はあるはずです。スコールさんは一度アルティミシアを倒しているのですから。記憶はどんどん消えている。おそらく今この瞬間も。このまま俺の過去の経験は全てなかったことになるんだろう。なら取り戻せばいいんじゃない？何をですか？もちろんアルティミシアの倒し方。そんなことどうやって？じゃじゃーん。ルーン。そう、ルーン。
これは、さっきアルティミシアがスコールの剣から取り出したルーン。ガンブレードが記憶した俺の過去、戦い、奇跡のすべてだったか。そう。つまりそのルーンにはガンブレードの思い出が宿ってる。スコールと一緒に駆け抜けてきたガンブレードのルーンには過去の戦いのすべてが記録されているはず。思い出のルーンの中で再度力を蓄えれば、今度こそアルティミシアにだって。ただ問題は、スコールとルーンに入ってスコールが迷子にならないよう正しく導く人が必要なこと。それからスコールがルーンに入った後、誰かがルーンを守らなきゃならないこと。アルティミシアはきっとこのルーンを狙ってくるから。じゃあ私が残ります。メイヤはスコールを導いてあげてください。でもセーラ、心配しないで、私だって戦えます。それに誰かを教え導くのはあなたの方が得意でしょ。アルティミシアが来る。行ってください。ここは私に任せて。すまない。メイヤ、全部思い出したって顔ね。ああ、このガーデンはガンブレードの記憶から作り出された、俺を育てるためのガーデンだったんだな。そういうこと。そして私はあなたが全てを取り戻すまでの案内役。ずいぶん待たせた。ほんとハラハラしながら見守ってた。このガーデンも限界が近いから。限界なんてあるのか。あるみたい。少しずつ魔女の魔力に侵食されて魔物が出るようにもなってきた。スコールも見たでしょ。ああ、見たし戦った。そうか、あれが限界の合図か。ええ、でも大丈夫。あとはスコールがシードの力を取り戻せば。急に増え始めて。魔物か。行こう。ふん。は、壊せ壊せ、跡形もなくぶっ壊しちまえ。グラフ、あんた何してるんだ。見ればわかるだろう。ガーデンをぶっ壊すのさ。どうして。お怒ってんのか。そう来なくちゃな。久しぶりだな、スコール。どうだ、帰り道は見つかったかよ。なぜそれを。さてな、俺が魔女の騎士だからかもな。どこだグラフ。魔物と一緒にガーデンの奥に向かってるみたい。追いかけましょう。いいぞいいぞ、その調子だ。腐った庭を晒しにしまえ。魔女の騎士、グラフ。呼んだか、哀れなシード。あんた、魔女の騎士が何なのか分かってるのか。魔女を守り、魔女の望みを聞いてやる。どうせそんなとこだろう。違う、魔女の騎士はそんな手下みたいなものじゃない。そうかい。まあ何だっていいんだよ、戦えればな。
魔女の騎士になったのも戦う場所を求めた結果でしかない。本気で暴れて何もかもぶっ壊して全力で戦える場所が俺はずっと欲しかった。それだけか。ああ、それだけだ。シードの道を立て、それも魔女の命だ。恨むなよ。まずい、このままだとは。ガーデン、壊れちゃうかも。来たな。なぜアルティミシアはガーデンを狙う？そりゃあ、なあ、お前ガーデンが好きだろ？当たり前だ。そりゃそうだよな。大事な思い出がたくさん詰まってるもんな。悪いか？いや悪かねえさ。思い出があっていいことだ。ただまあ、思い出、友情、愛着、信頼、そんな不確かなもんはアルティミシアが支配する世界には全部いらないんだってよ。それとシードもな。だからガーデンごと壊すのか？そういうことらしいな。理解不能だ。グラフ、あんたはどう思うんだ？思い出も信頼もいらないのか？全部。さてどうだろうな。ただスコール、本気のお前と戦えるなら思い出なんてどうなっても構わねえさ。なかなかやるじゃねえか。それでこそシード様だな。グラフ、あんたのやってることは魔女の騎士なんかじゃない。魔女の騎士は魔女を支えるものだ。あんたのそれはただの破滅願望。わかっているならなぜ？破滅願望、上等じゃねえか。グラフ、お前俺を何だと思ってるんだ？俺はもうどうだっていいんだよ。戦いさえありゃそれでな。なんだ。残念だったな、スコール。お前は間に合わなかった。もう手遅れだ。うわー、ガーデンが崩れる。お帰りなさい。セーラ、ここはパラミティアか？ええ。何かあったか？はい、お兄様が。ごめんなさい、今のお兄様は。大体わかった。魔女のせいだな。はぁ。情けない、あんたほどの戦士が魔女の言いなりか。それともあんたも破滅に取り憑かれたか。
情けない、あんたほどの戦士が魔女の言いなりか。それともあんたも破滅に取り憑かれたか。